ゴッドスケベルフォー。はい、どうも皆さんこんにちは、お世話になります。ドバイオークムゲームでございます。今回もですね、ウリアプリ2019やっていきましょうということで、ちょっとですね、2日間動画出せなかった分のね、気合を込めてドスコイパイナポを全力でやらせていただいたんですけど、そうだ、2日間ですね、申し訳なかったです。今日からね、また全力でやっていこうと思うんですけど、今回ですね、ウィリアプリ2019テーマ夏、夏だね、今夏が来たということで、夏といったらね、やっぱ三角形だよね。そう、三角形といったらね、はい、こちらクボベア金10大トライアングル使っていきたいと思います。これずっとやりなかったんだけど、なかなか本枠にね、 FP 久保武様、久保選手自体の FP が来なくてね、そう、ようやく揃った。金のところがね、黒金だったらね、そう、もう本当に一番最強だったんだけど、まあ、黒金ちょっと自分過去のやつ当ててなかったんで、ただ銀金も強いからね、今回はそうトライアングルで絶対攻撃力やばいよねということで、早速ですね、こちらの3選手使って試合の方行っていきたいと思います。いきましょう。さあ、ということで、クボウェア金トライアングル10台トライアングル、おわいいね、ウェアが好調で、あースタメンもいいですね、普通に。ベンチも結構好調多いけど、これ、あーどうしようかな、でもデヘアかな、これデヘアだ、PK 絶好調、 OK、 得点奪っていこうよ。さあ、お相手はムバッペとルカク、 FP2 トップですね。で、ファンダイク、デリフト、アーノルド、ロベルト、カルロス、キーパーが FP、 どんなる前よろしくお願いします。まあ、基本的にはね、やはり FP 久保武夫さんからね、攻撃始めてウェアキーンでフィニッシュ。ただまあテンポよくね、三角形のところもね、意識しながら頑張っていきましょう。お願いします、お願いします。だ、久保選手ね、あの1枚かわせればでかいんで、そうそう、あーでも結構来るね、来るね、ここ剥がしてで、ここ入る入るで、ここいや神うえやー来た、ここ入る入るで、ここいや神うえやー来たー、久保ウェア、じゃあ久保金ウェアだね。まあ、その前に久保ウェアウェア久保金金久保ウェアみたいないろいろありましたけど、そう、あそこのやっぱりテンポ良さが効いてくるんで、 OK、ドリブル生かしてく、さあここでドフリー、このパス、このスピード、あーマジか、 OK、 まだあるなんかすごいことなってるよこれ、いや神パス、よーし、うわっ、うわっ、キーンとね、クボのこのアイコンタクト、アイコンタクト、アイコンタクト、見てたよ見てたよ、絶対に忘れないからね。おっ、ハンドル強っ、あそこですよね。さあ、ただこれお相手の黒金の可能性がある。マジでナイスキーパー、危ねえ。そうで、ここで縦入るね、これ。さあ、ウェア、どうする、縦、中、中で自分でこれいっちゃう、もういっちゃう、うわー止めるか、久保金ウェア、そのスイッチパスがやっぱ入るとね、ニアねいるんでね、ここにね蹴っていきます。いいボールを蹴ったが、うわーギャーお、いやー惜しい、ただニートロール、キンクボウェアもあるからね。なんか数学でさ、その3と、なんか通りのあのあったよね、何通りかっていう、よくクボウェアキンウェアキンクボウェアクボ。さあ、目標はね、あれ後半2得点だね。そうそうそう、前半は2得点、嘘、やばいやばい、あーマイガー、グランドマザー、オーマイグランドマザー、マジかー。カラーリング左真似で、
いやなんだかんだじゃ1得点というかね、1点差なんで。 OK、 さあスターリング運ぼう、このパス、いやないぼかわして、あーマジ、ちょっと待って、やばいぞ、なんかこれ嫌な予感がしてきた。あと一歩ね、攻撃力に関しては抜群だけど、最後の決めきるとこだね。いやーそう、立って久保建英の裏パス、逆サイド鬼空いてる、これはキーパーかわす、よしオッケー。いや今ちょっと焦りましたね、ちょっと焦ったけど、久保建英フッサーのいいパスフラスルー、この三角形はね圧倒的攻撃力をね生み出してるからね。そうそうそう、ウェア、フラスルで若干時間使って、ラストウェアフィニッシュ、よし、なんとか後半2得点いけた。久保建英のパスのキレが良すぎるけん、精度抜群、よっしゃー、 OK、 4対1。はい、ということでね、もう1試合ですね、ちょっと久保ウェアキーン使って10代の方やっていきたいと思います。さあ、クボウェアキーン、トライアンゴー10台、トライ後2試合目。おお、いいね、ウェアキーン好調で、クボタケフサ普通ということで、いい感じですね。よしよし、お、ベッカム右でいこう、これ。絶好調。ベッカム絶好調、リシャリソン、クリバリもいい感じ。さあ、お相手がロナウド、ムバペ、ツートップで、サラ、メッシ、ネイマール、ベッカムいますね、同じく。あー、で、4CB 硬い。こりゃがたいね。で、アリソン、よろしくお願いします。トライアングルが揃いしとき、得点が取れるでしょう。さあ、こちらじゃ空母に入れたい。入る。フラスル。で、ここだ。来たー、三角ー、フラスル。で、ここだ。来たー、三角ー。ここね、やっぱ横というか、フラッスルの後ですね、裏に出して、あのフラッスルの後ですよね、やっぱあれで横を出すってしっかりいるのがでかいね。マジで、いやうまっ。うわ、サラーにもうあの食いつきまくった目が、こわー、やられた、サラーに引き寄せられてしまった。しかし、まだまだここからラインがずれている、ヒール、いやー、買います、よっしゃ、OK、 まだまだここからラインがずれている、ヒール、いやー、買います、よっしゃ、OK、 またこの三角、クボウェアクボキーナね、クボウェアクボキーナね、結構でも一発で来ますね。パワースタッチがいい。開いた。ここ。ウェア！まだある。あくそー！ラスト行きたかったー！だにち。やっぱりこの久保ウェアキーの三角をとにかく意識して。ムバッペは怖い。あれ、やばいな、これ取れそうで取れ、裏、メッシ、やらせるな、クリア、そう、ナイス、スインがね、欲しいっすね、この時間帯、これ、いや、いいボール、ここはもう横パス、よし、ベッカーム、オッケー、あの、さまめというか、ウェア1個飛ばしいのね、飛ばしの久保出しので、ウェア出しのだね、これちょっとやばい、いや大丈夫、 OK、 そこは大丈夫、さあ久保がいた、よし、いい、でここで、うわー、うわー、
いやでも今のなんかあの形好きですね。まあ、入りはしなかったけど。ほっ、惜しい。角度的には良かった。パス的にはムバッペに負けるな。トレーラートレーラー、グリバリー、グリー。ここでテンポ良くしていきながら、うっそ、ナイス。いやーラスト終わりかなこれ。いやーオッケー。もう行って欲しかったけどね。ただ3得点、久保ウェアキーンの活躍に行きましたね。はい、ということで今回ですね、久保ウェアキーンのね、10大トライアングル、まあね、三角形のところでしっかり攻撃できたんでね、よかったかと思います。またね、いろんな選手を使って試合の方やっていくんで、ぜひ遊びに来てください。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプー。